はい、こんばんは、あいかです。いよいよですね、6月1日からメガ割がスタートします。ということで、今回は案件なし、お肌のお悩み別、メガ割で狙ってほしいスキンケアまとめて紹介していきたいと思います。はい、案件もお待ちしております。これをね、撮ろうと思ったのが、今年の春、私がね、花粉症で結構お肌が荒れたみたいな話をしていたと思うんですけど、コメントを見ているとね、同じようにお肌ね、赤みやかゆみが出たりとか、揺らいでいるっていう人が結構多かったんですよね。で、私はお肌がね、今回揺らいだ時に、手持ちのスキンケアで結構使えないものとかが出てきたので、改めて今の自分のお肌のコンディションで使えるものないかなって、かなりね、いろんなものをテストして使ってきたんですよ。で、その中でも、これはね、特にお肌に優しいなと思ったものだけをピックアップしましたので、今現在お肌が揺らいでいる方、今まで使っていたスキンケアが合わなくなった方、そして夏に向けて新しいスキンケア調達したい方、ぜひぜひ最後までチェックしていってください。今回はね、アイテム数多いから喋りますよ。ルピシアの福袋の紅茶もうすぐ飲み切り。いやー、いつも案件だとさ、逆にさ、あんまりこれ言うと、セールストークっぽくないかなとか、もう見てる人がね、この人なんか売りつけようとしてきてるなとか思われそうだから、あれ結構抑え気味にやってるんですよね。でも今回はね、そういうしがらみがないので、逆にね、自分がいいなって思ったポイントはとことん押していきたいと思います。それでは行きましょう。今回はね、ちょっとどういうお肌の方におすすめなのかとかも、きちっとまとめてきたので、カンペ見ながらやっていきたいと思います。どれから行こうかな。めっちゃ数あるのよ。ちょっと背景ね、ちらっと見えていると思うんですが。まずね、ちょっと今の季節っぽいものから行こうかな。じゃあ、これから行きましょう。じゃん。この前ね、3番のラインを紹介したナンバーズインなんですが、今日紹介するのは4番のシートマスクです。そう、過去にね、掘り下げて紹介したもの、関連商品なんかは概要欄の方にリンク貼っていますので、この商品についてもっと知りたいとかっていうのがあった方は、ぜひね、概要欄のリンクからチェックしてみてください。はい。ただね、この4番のシートマスクは本当に今回紹介するのが初めてです。インスタのストーリーとかには上げたことあるんですが、これはね、本当これからの季節、特に日焼けする予定がある人、旅行に行ったりとかね、プール行ったり、海行ったりする予定がある人にはチェックしてもらいたいアイテムです。ナンバーズイン4番ひんやりクーリングシートマスク。これのね、おすすめの使い方は、日差しがきつい日、あ、なんか今日焼けちゃったかもっていう日に帰ってきたら、スキンケアをオフして、まずこの子でね、お肌を冷やしてあげてください。もうこのなんかキンキンに冷えてますよみたいなパッケージで、なんとなくね、コンセプトはわかるかなと思います。これね、いいところが、こういう夏場にね、注目される、お肌をクールダウンさせるアイテムって、本当にこう、使用感としてスースーして、こう、メントールが入っているような感じ、そういうもの多いんですよ。でもね、日焼けしてる時って、思ってる以上にお肌が敏感になってたりするから、そういうスースーした清涼感が刺激になっちゃう場合もあると思うんですよ。でもこれはね、ヒヤッとはするんだけど、スースーした感じではないの。ここがまず一ついいなと思いました。そして今日紹介するものはね、ほぼほぼエタノール入ってないです。というのも私がね、エタノール苦手なので、できるだけエタノールが入ってないものをピックアップするようにしているんですよね。で、今しれっと開けたんですが、これがね、ちょっと見た目がびっくりするかもなんですが、こういうちょっと茶色っぽくってブツブツしたようなシートになっているんですよ。で、結構厚みはしっかりあります。で、美容液がね、本当にこうポタポタ垂れてくるくらいしっかり浸っていて、で、こっちの袋の中にも美容液まだ溜まっています。やっぱこういうね、美容液が惜しみなくたっぷりついているものっていうのはね、韓国のスキンケアに多いような気がします。で、今日はね、アイテム数もすごく多いので、スキンケアは手元でね、使いながら紹介していくんですが、本当にね、乗せた瞬間から、これ常温で置いてたんですけど、ひんやりした感じがしっかりあります。でも、さっきも言ったように、こう、スースーした感じでもないですし、こう、キーンとした冷たさでもないので、すごくね、こう、使いやすいひんやり感なんですよ。よくね、お肌がこう、ほてった時って、氷水に顔をつけるなんていうのも聞くんですけど、この温度のね、差がありすぎると、それで赤みが出ちゃうっていう場合もあるんですよね。なので、まあ、それがね、もちろん心地いいっていう人もいると思うんですけど、温度差で赤みが出やすい人にはすごくちょうどいいと思います。で、使い方は簡単ですね。メイク落として洗顔して、化粧水でお肌整えたところにこれを貼って、一応ね、推奨時間は約10分から20分っていう風になっているんですが、私はね、まあ、絶賛お肌いたわり期なので、あんまりシートマスクも長く置かないようにしています。10分も置いてないかな。本当に2、3分自分がちょっとクールダウンできたかなって思ったタイミングで剥がすようにしています。それでもね、本当にこの乗せた時のひんやりした感じで十分心地いいですし、こう剥がした後に、わかるかな、こう水分がしっかり入ってるっていうのもあって、お肌色がね、結構わかりやすく明るくなるんですよね。ね。なのでやっぱ見た目でこの赤みが引いたなっていう感じがあると、ちょっとね、日に当たっちゃった罪悪感も薄れますし、まあ、この後ね、もちろん美容液、クリームってしっかりケアする必要はあるんですが、日焼けしちゃった時にあまりお肌をこすりたくない人、とりあえずお肌の熱をね、冷ましたい人、そういった方におすすめのアイテムです。このペースで行ってたらいつ撮影終わるんだろうね。じゃあ次、シートマスクでね、日焼け後のお肌の鎮静におすすめなアイテム紹介したので、次はですね、私みたいにお肌がこう揺らいでしまって、そういった一時的なものじゃなくって、季節的なものだったりとか、こう数日間ね、続くようなお肌のトラブルを鎮静してくれるようなアイテムを紹介していきます。それがですね、これも動画で紹介するのは初めてです。B プレーンっていうね、ブランドのアイテムです。これはね、YouTube の広告とかでももしかしたら、まあ、別の LINE とかでもね、見たことある人いるかもしれません。で、私がね、一番気に入っているのが、このシカテロールっていうラインなんですよ。もうそもそもこのシカテロールっていうのが何かっていうと、まあ、シカってあるじゃないですか。まあ、韓国のスキンケアで有名になったお肌を鎮静させてくれるような素朴さエキスですね。これも入ってて、これ自体もお肌を落ち着かせてくれることで有名だと思うんですが、プラスでね、フィトステロールっていう、シカよりもこうさらにお肌を鎮静させる力が強い成分っていうのが、こう両方入ってるよっていうラインなんですよ。なので、B プレーンの別ラインですね。ちょっと後で軽く紹介するんですが、カモミールのラインもあるんですけど、そっちももちろんお肌鎮静させてくれるんですが、よりこっちの方がもうとにかく鎮静に特化したラインになっています。私のような肌荒れのお肌の鎮静はもちろんなんですけど、赤ニキビとかですね、そういうニキビによる赤みみたいなのを鎮静させたい人にもおすすめなので、ニキビ肌さん、ニキビで悩んでいる方にもこちらチェックしてもらいたいです。で、アイテムはね、いっぱいあって、他にもね、このクレーンクレンジングだったりとか、こうクリームとかですね、まあ、アンプルだったりとかいろいろあるんですけど、その中でも私がいいなと思ったのがこのトナーとスポッツトリートメントっていうね、チューブのクリームなんですよ。で、まずね、ちょっとトナーからいこうかな。ちょっと見せていきますね。こんな感じでわかります？こうドボドボ落ちてるの。めっちゃシャバシャバしてるんですよ。なので私はコットンで使うのをおすすめします。で、しかもね、私はコットンパックするのが好きですね。もうコットンがズボズボになるまで化粧水浸して、ほんとちょっとパジャマとか用意してる間だけでもう顔に貼っておくみたいな、そんな感じで使ってあげるとかなりね、お肌がしっとりしてくれました。で、何よりね、これ私テクスチャー的にコットンで使いたいんだけど、お肌が荒れてる時はコットン使いたくないっていうのがあるの。言ってもね、こうケバケバしてるものですし、そういうのでこうお肌をパッティングするのも刺激になるから、本当であればこう手のひらでこう優しくね、のせるのが一番刺激少ないと思うんですけど、もちろんその使い方でもいいんだと思うんだけどね、ほら私不器用じゃないですか。絶対こうダラダラ垂らしちゃうから。なのでコットンにこういう繊維のね、毛羽立ちが気にならないくらいたっぷり浸して、もうこすらずにもう貼っておくっていう方法に落ち着きました。で、これもいいんだけど、これですよ、このスポットトリートメント。で、これはもちろんね、なんかお肌がすごいかぶれてジュクジュクしてるとこには使っちゃダメなんですけど、これ揺らいだ後ですね、痒さだったりとか赤みとかは引いてるんだけど、すごく反応が出てた部分がずっと色ムラになってたりとか、まあ、ニキビ肌さんだったらニキビがね、治った後なんとなく赤みとか茶色っぽい色だけが残っちゃうということはあると思うんですけど、そういうとこにこれね、乗せて使うアイテムです。で、これはね、まあ、伸びはいいんですけど、ちょっとこっくり感のあるクリームで、ピタッとね、狙ったとこにとどまってくれるんですが、乗せた瞬間に少しね、ひんやりしてくれるんですよ。なので私もコンシーラーで隠してるんですけど、この額のね、中央のとことか、あとこの辺りとかですね、結構その自分のお肌のこう弱いポイントっていうのかな。揺らぐ時もそういったとこからかゆみ出るし、落ち着いた後も急にそこだけかゆくなったりして、今は赤みっていうよりも茶色っぽくはなってきてるんですが、なんかぶり返しやすいところ、そういうところに使うようにしています。で、あくまでもね、今日紹介しているのは本当にスキンケアなので、さっき言ったように本当にこうジュクジュクしてたりとかですね、ニキビだったらこう潰れちゃった後だったりとか、そういうスキンケアじゃなくって、ちゃんとした薬で対応しなきゃいけないような状態、そういったところには使うのはおすすめしません。というか、そういう場合は本当にね、皮膚科に行って薬を出してもらった方が治りは早いと思います。そういうお薬で治す段階は終わってるんだけど、お肌の調子が本調子じゃない時だったりとか、それぞれが持っているお肌の悩みに合わせて使えるものっていうのを今日紹介しています。そう、結構ね、これ私本当口酸っぱく言ってるんですけど、そういう明らかに薬で対処しなきゃいけないような状態でもスキンケアでなんとかしようとしちゃう人っていうのもね、結構コメント見てるといらっしゃるので、そういう相談が来たら本当にまず皮膚科行ってくださいっていう風に言うようにしているんですが、これはね、お肌のバリア機能が失われているところ、例えば使ったらスキンケアが染みるとか、そういう状態で無理して使っちゃうと、普段だだったらそのお肌の中にまでは入り込まないようなものが入っちゃってアレルギーとかを引き起こしたりするんですよね。そうなってしまうと本当にいろんなものが使えなくなってお肌が治った後でも使えるスキンケアがないとか大変なことになってしまうので、基本的にスキンケアっていうのは刺激を感じたりとか、なんかいつもとこう肌の反応が違うなって感じた時は使うのをやめるっていうのが一番大事だと思います。はい、ちょっとね話が逸れちゃったんですが、これがシカテロールのラインです。でもう一つね、さっき言ってたカモミールのラインっていうのもあります。でこっちもお肌の鎮静っていうところも担ってくれているんですが、どちらかというとこちらは乾燥肌さんの保湿重視なスキンケアですね。でプラスでそういったお肌の揺らぎの鎮静で成分がね弱酸性になっているので敏感肌さんでも使いやすいラインになっています。なんかここだけ聞くと私の場合ってこっちの方がいいんじゃないって思うかもなんですが、なんかね私はさっき紹介したシカテノールの方がラインで使った時に好きっていう感じでした。結構こういうラインの特徴の説明って読んでると被っているところも多いから結局どっちがいいのってなるかもなんですが、この B プレインに関してはさっき紹介したシカテロールのラインがニキビや赤みとかですね、より強力な鎮静が必要な人、お肌の乾燥だったりとか敏感さに悩んでいる人にはカモミールのラインがいいみたいです。そして次はですね、これ毛穴に悩んでいる人におすすめです。毛穴といえばね、さっき紹介したナンバーズインの3番ライン、これもいいんですが、あの時紹介したのはトナーアンプルメイクアップベースでしたよね。今日紹介するのは逆に落とすアイテムですね。これも B プレーンのアイテムなんですが、緑豆のクレンジングオイルっていうアイテムですね。でこれねちょっと注意しておいてほしいのが、これはね成分見たところエタノール入ってます。なんですが今のところ私も赤み出たりとかっていうことなく使うことができています。でねサイト見たらオイリー肌の人でも OK っていう風に書かれてるんですけど、だからといってこう乾燥しやすい私が使った時にお肌突っ張ったりとか必要な油分持ってかれてるかなっていう感じがあるかっていうと全然そんなことなくって、何よりね洗い上がりの感触がこれすごいんですよ。見ていただいたら分かる通りシャバシャバ系です。本当にこう手に垂らすとダラーって垂れていくのでこぼさないように注意は必要です。なのでちょっとその使い方の面でこぼさないように肌にのせるっていう難しさはもしかしたら人によったら感じるかもなんですが、これねその洗い上がりの感触がいいっていうのももちろんなんですけど、乳化のねスピードがめちゃめちゃ速いです。ちょっとこれ感動したんですよ。でねこのオイリー肌さんでも使えるクレンジングオイルっていうと Qoo10 で買えるものだったらマニョですね、魔女工場のクレンジングオイル有名ですし、私もあれ使ったことあるんですけど、あれ結構言われてるのがものすごい乾燥肌さんだとちょっと乾燥が気になるというか油分がごっそり持ってかれてるような気がするっていう点なんですよね。私はそこまでは気にならなかったんですけど、もしねあれが乾燥しすぎるっていう人はこっちだったらねそういう乾燥を感じにくいんじゃないかなと私は思いました。ちょっとこんな感じで描いたので、ここでこのサラサラのクレンジング垂らしてみますね。すごいんですよ、ほら。もう私普段はシュウエムラのアルティム8ですね、オレンジのクレンジングを使うことが多いので、あれに比べたらテクスチャーもめちゃめちゃサラサラです。でメイクがね溶けるのももちろん早いんですけど、ここにミスト吹きかけて乳化させますね。いきますよ。あれなんかミストが詰まってる、なんかすごい一瞬で白くなるの分かります？ほらこんな感じ、こうくるくるする前から勝手に乳化されてるような感じなんですよ。ちょっとミストがうまく出なくて全然分からなかったっていう場合は申し訳ないんですけど、本当にこうちょっと水を含ませただけでもう手のひら見たらもう乳化して白くなってるのが分かるんですよね。これで洗い流してあげると本当ね肌触った時の感触が明らかに違うんですよ。よくほらクレンジング使っても例えばしっとりしてるなとかそういうのはあると思うんですよね、乾燥してないなみたいな。でもそれだけじゃなくってものすっごくスベスベするの、スベスベっていうとこう水分がない肌の上をこう滑ってるような感じに思うかもなんですが、こうしっとり感はあるんだけどこう表面がなだらかになってるような感じって言ったらいいのかな。これがねあんまり今までにないくらいの滑らかさ具合でちょっとびっくりしたんですよね。ただレビューとか見てると人によってはこの滑らかに整った感じが逆にこう皮膜感というかなんかこう一枚膜があるような感じに感じてすぐ洗顔しないと気になるっていう意見も見受けられたんですけど、でもね私はいわゆるそのオイルクレンジングを使った後の皮膜感っていうのとは全然違うと思うし全く不快には感じなかったんですよね。何よりねこの使用感でオイリー肌さんにも使用 OK っていうのが結構意外ですね。本当にしっとり洗い上がってくれて、でも元のコンセプトとしては毛穴のケアもできるクレンジングっていうことになってるので、そういった意味ではオイリー肌さんにもなんだけど、もしかしたら混合肌さん、その部分的には油分すごく出てこう鼻周りとかね、毛穴の詰まりとかは気になるんだけど、頬とかは乾燥してしまうみたいな人にもいいのかなと思いました。なのでこれはね結構気に入っています。はい、次はですね、インナードライの方におすすめのアイテムです。インナードライって普通の乾燥肌と何が違うのって思うかもしれないので、ちょっとねググってみたんですが、インナードライとは表面は皮脂で潤っているように見えるものの内側が乾燥している皮膚の状態を言います。インナードライの肌は表面がテカテカベタベタしていて、一見ねオイリー肌のように見えるそうです。まあ、そういったねインナードライの方におすすめのアイテムです。でもこれね普通に乾燥肌さんにもいいと思うのよ。これも動画初登場ですね。こちら、これ結構最近人気だから見たことあるっていう人もいるかもしれません。ネイチャーリパブリックのヒアテノールハイドラトナーアンプルで、これクレンザーもあるんですよ。でもねクレンザーはごめんなさい、私使い切っちゃったの。まあ、使用感はそこまで飛び抜けてめっちゃなんか保湿力あるなとかっていうのは、まあ、こっちに比べると感じなかったんだけど、なんかね香りがすごい良かったのよ。使い切ってだいぶ経ってるから使用感に対しての記憶がうろ覚えで申し訳ないんですが、これはね何がいいかっていうと、超低分子ヒアルロン酸っていうのが入っているそうです。まあね、お肌にいい成分っていろいろあるじゃないですか。まあ、コラーゲンだったりとか、まあ、アミノ酸だったりとかナイアシンアミドとかいろいろあると思うんですけど、まあ、ヒアルロン酸と聞けばねどなたも、まあ、イコール保湿力が高いっていうねイメージは持たれているかなと思います。でね、これねトナーのこのデザインめっちゃおしゃれじゃないですか。中のポンプがこのキャップと同じ青色になっててこう透けた感じなの。このデザインもねすごくおしゃれだなと思いました。でこのシリーズもかなりお肌に優しいです。5フリーということでエタノール、パラベン、着色料、ミネラルオイル、シリコン使ってないよっていうのを結構サイトでも推していました。なので、まあ、インナードライの方にはもちろんなんですけど、敏感肌さんだったりとか、まあ、最初のねシートマスクのところで温度のね差で赤みが出るみたいな話をしたと思うんですけど、そういう寒暖差でトラブルが出やすい人なんかにもいいラインになっています。でこれね化粧水はまあそこまでめちゃめちゃとろみ気になるっていうわけではないんですが、ちょっとこう糸を引くような軽いとろみっていうのはあります。で手のひらでこうすり合わせた時の方がとろみっていうのは強く感じるかな。なので結構とろみのあるアイテムって好き嫌い分かれると思うんですよ。ここがね、まあ、一つ、まあ、選ぶポイントになるというか、乾燥はするけどとろみがあるものは苦手っていう人はちょっと無理かもしれないっていうのもね、このトナーが結構こうね、もうヒアルロン酸って感じなんですよ。このとろみがすごいんですよ。糸の引き具合がトナーの比にならないくらいなんですよね。なのでこういうテクスチャーの方が保湿力高そうで好きっていう人にはいいんですが、とろみがベタつきに感じてそういうのは無理っていう人はちょっと合わないかもしれない。その点が若干ネックではあるんですけど、そこ以外に関してはすごくね使いやすいと思いました。でここからはですね、過去に紹介したものも出てくるんですが、ずっとね私の動画を見てくださっている方もぜひぜひね、おさらいとして見ていただけたらと思います。次のラインはですね、敏感肌さんでも使える美白のラインです。これはね、めちゃめちゃありがたいと思うんですよ。特に私みたいにお肌がこう、なんかの拍子でガクって揺らいじゃう人って、刺激が強いと言われがちな美白のアイテムってね、新しいの使うのに結構抵抗があったりするんですよね。これ使ってお肌揺らいじゃったらどうしようみたいな。まあ、そういうのがあって、なかなか使えなかったりもするんですが、こちらはお肌がね、敏感な人でも使いやすい成分にプラスでお肌に優しい美白のね美容成分が入っています。それがね敏感肌さん向けのスキンケアブランドとして有名なビーカムの新しいラインですね。ライトアクティブラインっていうこういうロゴがねちょっと濃紺みたいな色になっているラインなんですが、このライントナーアンプルクリームってね3ステップで完了するので、もちろんね3つセットで使うのが一番いいかなと思うんですが、特にね私が普段のスキンケアのラインに1つ取り入れるんだったらおすすめしたいのがこちらのライトアクティブアンプルですね。まあ、ちょっとねお値段が他のアイテムに比べると高いなって感じる人もいるかもしれないので、ぜひね目代わり活用してもらいたいんですが、これの売りはねなんといってもナイアシンアミドですね。もう最近私はナイアシンアミドっていうこうキーワードを聞くとなんかもう安心っていうぐらいかなりね信頼を置いている成分なんですが、ナイアシンアミドって何っていう方のためにおさらいしておきますと、これはねこう肌の表面ですね、上層部ではセラミドを合成してくれる。でセラミドがあると何がいいかっていうと、まあ、セラミドって敏感肌さんでも使える保湿のラインとかによく入ってますよね。お肌のこの水分をこう取り込むだけじゃなくてこう保持してくれるような働きがあるんですよね。で、表面でそういうこう水分をね、しっかり蓄えつつ、ナイアシンアミドはこの中では何をしてくれているかというと、メラニンの生成を抑制してくれるんですよ。だから、まあ、使ったからといって、こう、できてしまってるシミが消えるとかっていうよりは、こう、内側のこれからシミができちゃうところに働きかけてくれるようなものって思った方がいいかなと思います。で、シミを予防してくれて、さらにですね、コラーゲンの生成っていうのも促してくれて、これがいわゆるシワをこう改善するっていうことを謳ってもいいよっていう風に言われている部分ですね。なので、美白でもあり、保湿もしてくれつつ、まあ、シワ改善っていうと結構マルチに聞こえるかもしれないんですが、結構このシワとかの部分も私は美白のケアっていうところに繋がっていると思っていて、紫外線って当たるとね、こう単純にこうメラニンによってシミができてしまって、まあ、全体にこう日焼けして黒くなったりとか、こう長年ね、居座るシミができるっていうだけじゃなくって、お肌にすごくダメージを与えるので、こうシワとかもね、できやすくなったりするんですよ。なので、こういうメラニンの生成を抑制するプラス、紫外線が当たってこうできてしまうシワっていうのもケアしてくれるっていうのは、こういう美白のアイテム取り入れる時期にはすごく大切なことだと思うんですよね。まあ、もちろんね、年中使えたらいいんだけど、夏だけ取り入れるっていう人もいると思うので、そういった方はぜひね、シワ予防とか、シワ改善を謳っているアイテムを取り入れるっていうことも大切かなと思います。で、あとはね、こう美白系のアイテムって、結構日中に使えないものとかあったりしませんか？夜だけ使って、使った場合は必ず日焼け止め塗ってくださいね、みたいなもの。もちろん日焼け止め塗るっていうことはすごく大切なんですが、これから紫外線量どんどん増えていくときに、まあ、そういう紫外線に当たることで逆にシミになっちゃうみたいなものを使うのって結構難しいと思うんですよ。日焼け止めは本当にこれで塗り足りてるのかなみたいな、そういう難しさみたいな側面もあると思うんですよね。でもこれはメーカー独自のね、リトップス成分っていうのが入っていて、これがむしろ紫外線に当たるとビタミン D をこう合成してくれて、肌のバリア機能を強化してくれるっていう成分が入っているんですよ。まあ、そのラインの中のアンプルということで、手持ちの中に1個入れるんだったらこれがおすすめかなと思います。テクスチャー見せてなかったね。これはね、こういう真っ白のとろーっとした美容液ですね。なので、いくつか美容液を重ね付けするのであれば、サラサラのテクスチャーのものの後に使った方がいいかなっていうくらいのテクスチャーかなと思います。まあ、3ステップね、全部使ってみたいっていう方は、それぞれの特徴を紹介した動画も上げていますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、そしたらですね、最後は敏感肌さんでも使える日焼け止めです。まあ、日焼け止め特集はね、この前後にまた動画がね、上がる予定なんですが、お肌が揺らいでいる時ですね、お肌のバリア機能が落ちている時って、さっき言ったような紫外線によるダメージっていうのをもろに受けやすくなっています。なのでね、お肌揺らいでる時って、私もなんですけど、何もつけない方がいいと思って、日焼け止めを使うのも控えていたりしていたんですよね。でもね、最近はね、ほんと皮膚科行った時に言われるのが、日焼け止めはちゃんと塗ってねっていうことなんですよ。これってね、私ほんと皮膚科とか通い出して結構な歴ありますけど、最近本当に言われることが増えてきたような気がします。まあ、昔からね、日焼けっていうのは良くないとは言われてきましたけども、よりその日焼けによるダメージだったりとか危険性っていうのがね、広く知られたりとか、まあ、研究がね、より進んできているのかなっていうふうに感じています。とはいえね、やっぱり日焼け止めって、例えば紫外線吸収剤が合わないとか、皮膜感とか突っ張り感があるみたいな、こう使用感の問題とかですね。あとはもう日焼け止め使ったらかぶれるとか、使うに越したことはないんだけど、まあ、そういうなんか諸々の苦手ポイントだったりとか合わないポイントがあって使えないっていう話も本当によく聞くんですよね。なので今回はQoo10で購入できるお肌に優しめの日焼け止め持ってきました。まず一つ目がですね、スティックタイプの日焼け止めですね。これがね、ドクター G っていう韓国では結構有名な、まあ、ドクターズコスメ的なブランドだと思うんですけど、そこのね、日焼け止め、チューブタイプのもあるんですが、これはね、私の大好きなスティックタイプですね。SPF50、PA++、日焼け止め効果があります。で、私はね、贅沢なんですが、これ主にボディのこの日焼け止めの塗り直しに使っています。出先とかでもね、塗りやすくって、色がね、白くトーンアップしたりもないですし、こうベタベタした感じもなくって、どちらかというとこうしっとりとしたような塗り心地なんですよね。でもこれサイト見てると、どちらかというと顔用みたいな感じで紹介されてて、確かにこのしっとり感は顔にも使いやすいだろうなと思いました。直接ね、こうやって顔に塗り広げて使うことができて、こちらね、化粧下地にもなります。こちらはエタノールフリー、紫外線吸収剤フリーになっています。そして最後はですね、これはやっぱり紹介しておきたいでしょう。こちら、リセチカの UV エッセンスです。リセチカのスキンケアは、ミスト状化粧水、それからジェル状美容液、クリームっていう風にラインナップがあるんですが、まず最大の特徴として、こちらは国産の鹿ですね、坪草エキスを使用しています。なので、海外のスキンケアに抵抗あるっていう方は、こちらは日本製のスキンケアになっているので、おすすめです。で、全アイテムもうめちゃくちゃ紹介してきたので、他のね、3アイテムについては今回省かせてもらうんですが、結構ね、その時々で私、このラインの中からこれはずっと使ってるみたいなものがあるんですが、今はね、絶賛この UV エッセンスにハマっている時期です。で、これもね、SPF50+、PA4+で紫外線吸収剤入っていません。紫外線吸収剤って、こうお肌に合わないっていう人がいるんだったら、なんでじゃあ入れている商品があるのかというと、まあ、どの成分にもね、いいところと悪いところみたいなのがあるんですよね。というのも、この紫外線吸収剤が入っていないタイプ、まあ、ノンケミって言われるタイプですね。そのタイプの日焼け止めって白くなることが多いんですよ。だからトーンアップを歌っていたりすることが結構あります。たまにありませんか？トーンアップしたいんだけど白くなりたいわけじゃないっていうくらい白くなるような日焼け止め。なので私はトーンアップってついてると結構身構えちゃうところがあるんですが、これはね、白さっていうのが気にならないです。本当に。さっきのこのドクター G のスティックの日焼け止めもそうなんですけど、本当に紫外線吸収剤入ってないのっていうくらい、出した時は白いクリームなんですけど、伸ばすとね、白さが気にならないです。で、日中用のクリームみたいな感じにも使えるので、私は朝ね、スキンケアの最後に使えるように、これはもう洗面台のとこに置いています。で、この後でメイクするときに、もちろんね、下地に日焼け止め入っていたりもするんですが、まあ、好きなプライマーを重ねて使うようにしています。でもこれ自体もね、化粧下地として使えます。なので、朝からそんなに色々重ねたくないわっていう人は、もうスキンケアの最後にこれ使っておいたら、すぐファンデーションからメイクを始めることもできます。これもしっとり感ありますね。もちろん1日使っていても突っ張り感とかも気にならないですし、これはね、本当に私の動画で何度も紹介してきたんですけど、視聴者さんでもね、お揃いにしてくださっている方が本当に多いです。もちろんね、私がこう動画で紹介するものって、こういっぱいね、使ってみた中で、あ、これはぜひみんなにもね、シェアしたいなって思うものだけをこう紹介しているわけで、それを見た視聴者さんが興味を持ったら買ってくださるっていうこともあるんですが、そこからこう継続して、これ今も使ってますっていうコメントが多いっていうのは、やっぱりそれだけ本当にこういいアイテムっていう証拠なんだろうなと思います。よく喋った。本当に今日はね、よく喋りました。ということで、6月1日から6月12日までですね、Qoo10目変わり開催ということで、今回は目変わりで狙ってほしいスキンケアをお肌のお悩み別に紹介していきました。まあ、ノット案件ということでね、言いたいところだけをね、バーっとお伝えしていきました。よかったらね、お買い物の参考にしてみてください。今回の動画少しでも参考になったよという方はね、ぜひ高評価、それからデパコスマニア愛花チャンネル登録者数10万人目指しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらも覗いてみてください。ということで今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。スキンケア楽しみながら頑張ろうね。